皆さん久しぶりです。南国神々の島からおはよう、こんにちは、こんばんは、ドイバリカチャタのドイちゃんとカルちゃんですが、おはようございます。ですね、今回は久しぶりにドイちゃんがお仕事に行くんで、今はですねパルマホテルの方に観光会に行くんですよ。今日は特別でですね、ドライバーのカルちゃんを連れてきたんですよ。なぜかというと、ドイちゃんが腰が痛いんですよ。だから連れて行ったんです。はい、ですね、間もなくホテルの方に到着いたします。で、こちらがですね、パドマホテルっていう、レギアンの方に結構でっかいホテルなんですよ。はい、今ですねホテルの方に到着します。で、ホテルに入る前にセキュリティチェックもあります。はい、皆さん、南国神々の島からおはよう、こんにちは、こんばんは。ドイバリカチャーターのおいちゃんです。ですね、今はレギアの方にあるパドマホテルの方に来ております。まあ、今日はですね、久しぶりにガイドの仕事をやってるんですが、まあ、いろんな観光地に回りたいと思って、皆さん、この動画を最後まで見てください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。このチャンネルをいつもご覧いただいてありがとうございます。では、スタート！ちゃんはね、もう俺よりベテランだから。あ、そうなの。そうなんです。運転歴は、ガイドの、もうベテランです。俺やったらもう初心者だからね。カルちゃんでどのくらいやってるんですか。ドリバリ会社で5年間か4年間ぐらいですね。もう5年。やってきた。そうですね、15年ぐらい、だからもうベテランです。チャンディダーサっていう、チャンディダーサは一応観光地で、まあ、日本人なかなか来ないんだけど、ヨーロッパ人が多いんですね。ダイビングが人気なんですね。ヨーロッパ人だね、こういうところに。ヨーロッパ人、欧米人って年取ってる人の方が生きてるよね。そうですね。はい、今ランプ屋の駐車場に来ております。まあ、ここからまたシャトルバスを乗って、シャトルバスはあの感じのバスなんですけど、ホテルからここまでさっき8時半出発ですが、今は11時40分ってこと、3時間半ぐらいかかります。まあ頑張ります。はい、
からラムヤの方に行きます。まあシャトルバス乗ってラムヤまでです。Kenek pengunjung. Yeah, boleh pak ni. Amin. はい、今ランプヤンジーの方に到着します。はい、今ですね、写真撮る人たちがこんな感じで並んでます。はい、すごい。はい、ここがランプヤンジでございます。もう上までもその門まで、こちらが割れ門、天国のドアって言われる割れ門ですが、ここで並んで写真を撮るんですよ。はい、ここにいる人たちはみんな並んで写真を撮りたいですね。でもこれですね、写真撮ってくれる人がいるんですよ。めちゃくちゃ人がいっぱいいますけどね。でもあの後ろの門が今曇ってるんですけど、でそこでですね、山が見えるんですよ。はい、今ですね、まだまだ、順番待ちなので、結構、ここに来るのが昼間だから、まだまだ長いです。こっちにも一応うちのスタッフのサンさんもいるんですよ。はい、ナンバー337337337、そっちで360、サンさんですね。こんにちは。はい、One, two, three.
はい、ですね、ランプヤン人で写真撮るときにすごい並びます。でここでシェリキンをもらって、ここからですねみんな並びます。今すごく人気になったインスタ映えスポットだから観光客もたくさん来てます。はい、皆さん今ですね、ランプヤン人の方に来ております。ランプヤンはですね最近すごく人気な観光地なんですね。インスタ映えスポットなんですよ。で写真撮るときにこんな感じで並ぶんですよ。で今はここに来てだいたい2時間ぐらいは順番待ちになると思うんで、皆さんがね、もしランプヤン人行きたいという方がぜひドイバリカチャーターを使ってここまで連れてくることもできます。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。すごいですね。はい、上から見えてる景色はこんな感じですが、こちらはですね晴れてる時にアグンさんが見えるんですよ。後ろの方バックがアグンさんが、でも今曇ってるから何も見えないです。はい、ですね、ランプヤン人に行きたい方はですね、ランプヤンは今こんな感じなんですけど、やっぱですね天気がいまいちの時にもあります。晴れたり曇ったりしますが、今日はちょっと雨降らないからまだラッキーなんです。こちらがですね、その割り物の裏なんですよ。割り物の裏はこんな感じです。ワン、ツー、スリー、ランティガヤ、サト、ドゥア、ティガ。はい、別のポーズ。はい、こんな感じでですね、ランプヤンの裏のところに、写真を撮るとこんな感じなんですが、はい、こちらにカメラマンがいます。
はい、皆さんそんな感じですね。あのランプヤン人の状況ですね。まあやっぱり人気な場所なので、こちらに遊びに来てる観光客がめちゃくちゃいっぱいいるんですよ。なのでまあ皆さんがこちらに遊びに来たい方だったら、やっぱちょっと余裕を持って、まあ大体2時間ぐらい順番待ちしないといけないんですね。次の動画でも楽しんでください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それとですね、皆さんバリ島旅行来たら、僕らドイバリーカーチャーターバリ島で人気ナンバーワンガイドたちが集まるので、ぜひ、まあ、下の概要欄にですね、チェックしてみてください。カーチャーターのご予約は下の概要欄の方にポチッと押してください。それとですね、チャンネル登録を忘れなくポチッと押してください。それではドイちゃんでした。